この子はうんちはもうちょい30個ぐらい、はい、でまあ元気なんですよね、はい、で、86.5 ですか、はい、すごい変動してる動くんですよね、そうですよね、この子ってここ11月から見ると81、83、89、85ですもんね。そうですね、うん、すごい動きますね、その時その時。去年の今頃は5月、4月、6月で90、あ、そうか、これもすごいよね。そうですね、4月11日、78歳、6月16日、90あるもんね、うん、こんなに変わるかっていうぐらい変わってますね。12って大きいよね。このコムちゃんもきっと前回爪切ってないから気を切らなかんかもしれないね、はい、わかりました。飛び出しちゃうかもしれません。あ、そっか、ここで、はい、ここで、じゃあ、OK、体重計持ってきて、体重計、そうはい、じゃあ消してください。あー、しまった、ゼロになってなかった。ちょっと待って、もう一回。ゼロね。はい、じゃあ消してください。あれ、あっと、しまった、飛ばしちゃった。ごめん、ライトつけて、見えんくなっちゃった。消してください。あー、飛ばしちゃった、うん、よし、はい、つけてください。はい、88。はい、扉開けて、扉開けてください。はい、じゃあ持ってきてください。ごめんなさい、ちょっと飛ばしちゃった。88でした。あ、うん、あ、もういいや、ね、はい、はい、そのまあでもこの子はそんなに入ってない、 10% ぐらい で、 す、ね、でもボディコンディションスコアはいいですね。この子の方がムツムツしてますね。そうですね、うん、ただお腹も柔らかいし、さてと、ちょっと切るかな、手袋して、手袋してたことないよな、ごめん、ちょっと手袋取ってもらっていい？あ、これ緩めて、緩めて外して、よいしょ、 OK、わからん、これ、ね、ここにちょっとこうやってやってくれる？こっち来て、ここに来て、指でちょっとこうやって羽を上に上げて、そうそんな感じ、はい、よ、OK、はい、じゃあもう一度口につけました、はい、さてと、それで入ってるよな。まあちょっと黒いんで、出血した時は止めますからね、わからないんで、爪の長さと比較して切っていきます。この子先月切ってないもんね。切ってないです。難しい、ごめんね、
よし。ごめんね。2箇所ちょっと出血させてしまったんで出血させてもらいました。こっちは大丈夫かな。あ、2箇所じゃないか、3箇所ですね、ごめんなさい。はい、終わりましたよ。はい、じゃあ戻しますね。はい、つけましたもんね。はい、はい、オッケー。はい、ごめんね。はい、ごめんなさい。すみませんでした。うん、この子は2月に1回ぐらいでもいいような気もしますね、うん、まあ分かりませんけど、その時に伸びる時もありますんでね。はい、じゃあいいですね、はい、先月ミスネイルやったみに出してますけどね、両方とも、はい、だからまだ大丈夫ですよね、まだあります、はい、はい、じゃあまあ変わりなければまだ一つ後でね、何、はい、かあったら言ってくださいね。はい、わかりました。2人ともよくさえずってます？朝から。はい、さえずってます、はい、それって結構大事でね、ええー、サイズらんかったら調子悪いと思ってくださいね、うん、はい、わかりました。はい、すみません。はい、ありがとうございます。はい。